ニトログリコールはエチレングリコールの硝酸エステル。別名に硝酸グリコール。日本国の法律に基づく名称ではエチレングリコールジニトレート。ダイナマイトやプラスチック爆弾など爆薬を製造する時に爆発物マーカーとして添加することが過疎性爆薬の探知のための識別措置に関する条約で国際的に義務付けられている。日本では 過疎性爆薬に含める物質等を定める告示により、過疎性爆薬を製造する際に探知剤として添加しなければならない物質として義務化されている。爆発物探知機はこの物質に対して極微量であっても敏感に反応するように作られている。そのため、極微量でもこの物質が含まれていると、本当に爆発するかどうかに関係なく、 プラスチック爆弾とみなされ拘束される危険があるが、毒性の強い大一種指定化学物質であるため、爆薬以外への添加は行われていない。工業的には単体で使用されることはなく、ニトログリセリンと混合して、ダイナマイトなどに加工される。体内に吸収されやすく、暴露されると、初期症状として、頭痛、嘔吐感、めまいが起きる。さらに暴露が続くと、 全身の衰弱、疲労感、四肢の疼痛が起こり、死亡する場合もある。エチレングリコールを硝酸と硫酸の混酸で消化して、製造する。ありがとうございます。